からすごい、ね、終わるまで音ちっちゃくして、ダンスミスでもやるか。いや本当だから、今日は騒がしそうだなメンバー。ダンがどれが一枚かかえ違うな死んだ死んだ悲鳴あげてるな貫通してきたもん悲鳴。よーし何行くの。ストレートオブタラコフだけ一個も手つけてないから。あもうもう何でも聞いてくださいよ。ハンダーパス私も一個ある。全部わかるよタスク。えいきタスク教えてください。私一個も手つけてない、まあ、ストレートオブタラコフだけはわかる。いやいや来た来た、私が唯一やってないとこ来た。このさ道のど真ん中で地図見始めたからな。そんな、いやいやちょっと寄ったよ端に。じゃ基本花部さんについてって間違ってたら言うわ。あー先生ね、うん、いや間違ってても言わないで。なんで。いや言うだろ。言わないで。言わないで。言うだろ。言わないで。さすがに言うだろ。言うよ。言わないでよ。任せてよ。ソーセージ全部回るの、ね、そう4箇所回りちょっと一旦口挟まないでもらっていいですか。はい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 、やるんで自分。行こうよ早く。ね行こうよ。いやマップ見てんだって、マップ見てんだって。スキーやの。ピアノ右か、はい、右にもう一個コンコルディア、こっちじゃねえわ。前本当かな。前スパラジャ入って先に待って、にゃら私がこれはね、あれね、北から左上から左下に向かってるからね。はあ死ぬか、一人やってる。はい、もう出てる、めっちゃあれ見て、待って待ってきね、これにゃら死んでる。死んでない。オッケー、全然まだ2まだ2。あー抜けた。うめえ。ちょ、てか2人ともなんか言うことないの。え何言うことない。なんか誕生日おめでとう。え、なにじゃ半年前誕生日おめでとう。なんだろう、今日も可愛いね。それはそう。えアイコン可愛い、確かに、ま、うん、前髪切った。あ、ちょっと切った。違う、明けましておめでとう。なんでさ、アイコンにプレゼント箱ついてるの。明けましておめ、え、つぶれゼントつけるんだよ。見たことないの持ってんな。タラコフは銃にはまると一生カスタムしてニチャニチャできるよ。どうせ UMP でしょ。え、なんで知ってんの。え、なんで知ってんの。15レベルまではね、UMP が正義だから。なんで知ってる。15レベルの時何してたんだろう。15の時あれとゴリゴリの装備持って走ってた気がする。遠い昔のような。15ぐらいなのか、もう一回リザーブ出待ちずっとしてたのって。いやね、それ見た私なんか参考ないかな。さんと二人で D2 出待ちしてんの。出口待ち、普通に D2 出待ちとかしてる人いたらマジで人格疑うなって思ってたら、いたからな、うちの、うん、箱にマジで怖いよ。暗いところに二三時ってそういう感じなんすね。いや、しかも何がやばいって画面真っ暗で何も映ってなかったからね、二人とも。画面固まってますよって言われてたもんな。バグってると思われてるやん。絶対みんな思うよ。え、かなかな画面真っ暗だよって絶対みんな言うよ。仕様だったんだよな。やってる。ナイス、うまー。スカブでしょ、あれ。あー、いた。中入る。入った。私今中ね。やってる。ナイス。強すぎかも。あれだね、モッシンだ。クレーンってあそこ上登れんのか。どうなんやろうね、私本当にここ来たことない。クレーン中いる。一回いた、クレーン、死んだ、二人死んだ。ついよ。あ、別にまた。え、一発で死んだんだけど。え、別なの今の。白ネーム。プッシュなんとか。そう。プッシュ警備系みたいなやつ。これ怪しいかもです。これは白ネームは。頭一発だな。頭一発。いや、私も頭一発だ、うん、いや今の怪しいかも、だいぶ。あ、こういうのが怪しいんだ。マスクいつもつけてるの、なんで。ゼロから1の丸写しに行った。え、なんか視認されにくくないっすか。肌色目立つから。そういうこと。顔丸出すよりかっこいい、うん、確かにね。なんか肌色打ってくるっていうよね、スカブ。そうだからマスクつけてる。肌色打ってくるってなんかあれだな。何考えてるん。言い方がなんか、え、でもガチでなんかその説あるらしいよ。え、ないよ。想像力豊かすぎじゃない。肌色ってうるさいよ。もうリサちゃんったらもう違う、私じゃないでしょこれ。君たちでしょ。リサちゃんったらもう、あんまないところ打つと聞いたけど、肌色ってくる。あ、
そうそうそう、シャツ1枚挟んだぐらいじゃ変わんねえよえ、でもガチで露出してる部分を売ってくるみたいな。アーマーがないところを売ってくるんでしょ。あ、そうそうそう、だからなんかフェイスマスクのアーマーレベルついてるやつだと顔は売ってこないみたいな。あ、そうそう、でもあのマスクにその効果ないだろ絶対。ないプレイヤーからって話をした死人は。そう、肌色がね見れないようにしてるんだよ花部さん、ね、そう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 ねちょっと色っぽくなっちゃうからね、そんな見るから肌色って肌色って色っぽいんだ花部さん。そっか、え誘導尋問いやでも年始はねいろいろセールしてたからよかったね花部さん。あ、うん、何セールしてたの。セール、え、セール、もう DL サイトいっぱいセールしてた。出た出た出た、DL サイト。この前なんか、先月、ね、なんか、DL サイト使ってる前提で話すなって。DL サイト、わかんないだろ、まだ。詳しく教えてもらったんだよな、去年一回。あ、そうなんだ。うん、詳しく教えてもらってんの。DL サイトっては、同人誌とか、同人のゲーム売ってるサイトっていう認識だったから、はいはい、税理士さんから話してるときに、はいはい、なんか DL サイトとかで買い物しても、なんかこうのこうで説明受けてるときに DL サイト何でしたっけって言ってちょっとあってなったんだよな。怖すぎるし DL サイトの説明受けてるってこと。あ、違う違う、そう DL サイト疎くて、あ、なんとなくしか知らなくて、DL サイト使わないと、そうそう、ほとんど使わないから全員さんに聞くのおもろい教えてもらった。気にまず、そうだそうだ、フェアリスさんがめっちゃ好きでDL サイトおもろい、やめて。それで知ってたんだよ。めっちゃおもろいじゃん。なんか僕は全然ファンザだね。あ、ファンザなんだ。あ、まあ、ファンザもいい。フェアリスなんか ただただ飛び石知らないとこで暴露されてんの。何も知らんとこでフェアリスは DL サイドが好きっていう。いだって言ってたから。フェアリスさん株でなんだっけ FX かなんかで大儲けしてとか言ってたからそれ使うなよ。言ってたんだもん、ツイッターで言ってたんだもん、ツイッターで、ツイッターで言ってて気になっていくらぐらいなのか聞いたもん。おもろすぎだろ、私 DL サイトでめっちゃ使ったんだよねっていうフェアリスさん。おもろすぎる。なんか分からんけどフェアリスさん DL サイトのイメージあるんだよな。なんか金を手に入れて最終にやることが DL サイトなの。もう何が欲しいの。トミー、何もメッセージ行くか、はい、ないよ。あ、マンションが欲しいな。マンション、マンション欲しい。やらの心と交換してくれるんだったらいいよ。マジマジいいよ。まあ安いんだろうか高いんだろうか女の子にだったらちょっと安めかもしれん。外出てるよ。外外どこ全然ついてきてない人います。全然ついてきてない。先生後ろで息切れてる人います。あー、ちょっと待ちます。あー、よかったよかった、大丈夫。血中が出ない。あ、出た。あ、大丈夫かにゃら。よし、できた。オッケー。撃たれた。僕はナイフで戦車殴った。うん、殴った。殴らないで、殴らないで。顔やめて。顔だけはやめてください。今なんかその右歩いてなかった。え、歩いてたかも。そっから右に。一人やった。わー、ナイス。よし、二人やってる。今期初めてプラスなんですよ、カルマチ。私もそうだったんだよ。サンタとか関係なかったよ。サンタはやばい。スカブ狩りとかよ、本当に最悪なことしてたからな。いや、マジで無抵抗な人打つの楽しかったですよ。スカブね、スカブで一撃して無抵抗な味方をパンパンって打って、よしよし。次をラストにしようかな。はい。はい。ただいま。おかえり。おかえり。大丈夫だった？え、何が？結構いい音鳴ってたけど。何？え？何が？え？花なぶさ、ベロをね。なんでわかるの？全部。雨噛んだら舌噛んだ一緒に。全部コメント欄見た。おい。おい。びっくりした。私なんかミュートしなかったかなとか、いやミュートしなくてもなんか問題あったかとか、いやめっちゃ考えた。もう一回ミュートしないでさ、急いでたから扉を開けたまま用を足したことがあって配信中に。入ったの。
の？で、いや、わかんない、僕さ、ちっちゃい音切るようにしてんの、あの自動で。あ、ノイズキャンセリング。だから音が入ってるかわかんないけど、怖いからっつってアーカイブ下げて、入念に確認して、音乗って入ってないよなって思いながら、アーカイブは未だ非公開のまま。こんばんは。わ、近く声。どうも。遅いよ。3時間ぐらい前に誘って、さっき返事来てた。はい、ガナエさんもう終わっちゃうの、次で。でも僕が来たから。マシュアル来たからもうちょっとだけあるかな。そうだよね、そうだよね。僕生活リズムがあんまり狂うの嫌なんだ。めっちゃわかるその気持ち。最近何時寝てんの？今日朝11時起きたよ。夜にマリマリマリさんとのコラボ配信があって。コラボ配信すんの？そう、動画も出ます。よろしくお願いします。あれすごいよね、最近マリマリマリさんめっちゃ見てる。なんか好きって言ってたもんね。よくずっと好きって言ってたからさ。嬉しかったわ、話した時に。楽しみにしとこう。マリマリマリー、カナエがめっちゃ好きでってクズハが言い出してナイスって思ってた。自分からはちょっと怪しいけどナイスって思ってた。セワハラリザーブのさ、タスクなんかある、はい、僕ストリートオブタルコフしかやってないから多分いろいろあると思う。なんでみんなそこやってんだよ。まあ、金作やりすぎやって。新しいから楽しいんだよ。お前からしたら全部新しいだろうがよ。そうだよ。いや、そのなんていうの、差がないじゃん、あの知識差みたいな。いや、あるよ。そう、あれは付きにくい。あの、まあ、他のマップに比べると付きにくいじゃん、ね、っていう、なんか自分の中に納得感あって、負けてもうはただやられたじゃなくて、まあ負けた理由が自分にある、なんかあれだなって思えるから。渋春っぽいな、なんか、ね、女心わかんなさそうな人の意見だな。やめなよそういうこと言うのさ。うわ、渋春もなんかヘルメットいいやつつけてるやん。一回再起します。はい、なんかバイバー付きのやつ今日拾ったから持ってきてみた。いいね。バイバイキーン。うんこ。え？え、ちょっと。うんこはちょっと。誰が言ったんそれ。そんなこと言うの？誰が言ったんそれ来た。画面ください。画面もうみんな今日画面ないもん楽しめ。厳しいリスナーさんに対して。アメとムチがやっぱカナエくんの大きな魅力だからな。みんな仕方ないか。みんな仕方ないよ。オタクくんみたいなこと言ってるな。そこも含めてのカナエくんだから、みんなそこも含めてちゃんと愛してあげてる。何面ファンたるもの。1から10まで全部やってもらえると思うなよ。本当にね。なんかモラハラ男いない？怖くない？誰と話してんの？モラハラ男。やばい。やったもんね。パワーあるあったか。まあちょっとそういうとこあったけど、ね、ちょっと怖いな。怖いか。モラの春だったか。モラ。モラ春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 。マジか。きちいな、ちょっと。女の子泣いてるって。ごめんね。でもこんなことしか言えないんだ、僕。うわー。きゅー。のんびりモラ春男って。お前それ言っとくけど。それ君の悪口だからね、君が言ってるだけの今の。僕らのんでりまで言ってなかったんだからね。それ君がなんかちゃっかりしてんな。ちゃっかり。いやー、渋春、世間からの評価がそう思われてるってことね。きちいな。ギャンブラーでしょ。ギャンブラーイメージはついてる。大丈夫、いける。私の中ではついてるけどね。イメージ、結構僕初めて知ってる。打つんだな。あ、本当に、うん、私もな、いやでもなんか前々からそういう感じ、あれ、ね、分かってたけどね。リサ、そんなに僕のこと知ってくれたんだ。なりそうだなって。あ、なんか花嫁さん、ちょっとバレてるって。ちょっとやめな、ハル君にバレてるよ、ちょっとし、やっぱりこれ配信中か。でも奈良さんもハル、ね、君って人の名前で呼んでる。え、違う、これ花嫁が裏だと私にハル君って呼んでくるかな、ちょっと。あ、しーし、あ、いいのちょ、私キモすぎだろ。めっちゃキモいやん、それやってから。裏では俺の春とか言われてんのじゃん。俺の春。その場合多分このメンツだと僕やね。俺のはそうなる、ね。俺のはそうなるかもな。カナエさんのヤーハルもさ、一人称ずっと僕だよね。素じゃない時ってセリフ言う時とかさ。へ。言ってるの。意識して俺も混ぜていこうかな、やっぱり、ね、なんか言われると恥ずかしいし。いや、たまに俺が出る男にときめく女はきっといる。じゃあ、あ、いるんだ。俺は渋谷にあげるわ。僕小生もらっていい？小生はあんまり小生のお箸を持って側に。いや、小生でときめく女もいるかもしれんよ。いるか。マジカモにも程があるな。いや、眩しい。ちょっと待って、一回
小生のタスク確認していいとか。小生やめろマジで。小生タスク確認していいよ。じゃあ私それがしもらおうかな。地下でタスカブ。ちょっとすぐやっと。わらはもらう。おい止まってるって。すいません。ああ息苦しい。行けってお前。行けって。あはいすいません。おお誰か画鋲踏んだ。痛かったわ。大丈夫かリサ。ちょっとごめんなさいあの。え今リサって呼んだ。リサ。大丈夫かリサ。あ。